ドシセオス2世は、聖教会のエルサレム宗主教であり、神学者。ドシセオスは現代ギリシャ語読みであり、古典ギリシャ語再建音から、ドシテオス、日本聖教会では、教会スラブ語再建音からドシフェイトも転写される。聖はのたらす。聖王において、宗教改革が起こったことによる、17世紀における、聖教に対するカトリック教会及び、 プロテスタントからの影響に対して反対する立場に立ったことで知られる。キリロスルカリスによるカルバン主義的な信仰告白に対抗するエルサレム公会を召集した。ドシセオスはアラホバに1641年5月31日に生まれた。年少期、青年期についてはあまりよくわかっていない。1652年にタスク祭に助成され。 1661年にはエルサレムの首、タスクサイに少女される。1666年にカイサリア大主教となり、1669年にエルサレム総主教に選ばれた。独学で生死不学を学んだとされる。カトリック教会とプロテスタント両者からの脅劇にあって、聖教会が危機に瀕していた時代にあって、聖死不学への復帰を解いたことが、 聖教会から功績として言及される。当時、バルカン半島、グルジア、ロシア南部において、キリロスルカリスが1629年に発した、予定説と信仰義人に賛意を示す、信仰宣言による影響があり、ドシセオスはこの状況に関わっていくこととなった。1672年、総主教ドシセオスは、エルサレム公会を招集した。ここにおいて、 すべてのカルバン主義の教理は否定され、正教の教えが再び明確にされた。ロシア皇帝ピョートル一世との往復書簡において、ピョートルによる、特に、モスクワ総主教座の廃止に示されるような、教会を国家に従属させる改革に対して反対した。ドシセオスによる、ピョートルに、正教会とスマン帝国との間に、平和的教約を1702年に結ばせるよう、 働きかけさせる努力は失敗した。ドシセオスは1707年2月8日にコンスタンディヌーポリで永明した。1715年にドシセオスの全12巻の著作エルサレム総主教庁の歴史が出版されている。ありがとうございます。